んか本の持ち方おかしいやん。そうですね。吉野くん、なんで僕は秘書室に呼ばれているんだ。とある出版社の方がいらっしゃっていただいております。この後すぐ来ると思いますけども。細谷書房から参りました編集担当の細谷と申します。ちょうど来ましたよ。自分のキャッチフレーズをつけるとしたら、反逆のカリスマどれぐらい。だからそこを今考えてんだよ。まあ、そういうゲームだもんねめっちゃ怒ってるけどさ。